太古のロックだ。今や国軍全体がハルスの影に怯えている。これ以上ルシの暗躍を許せば破滅的な混乱が生じるだろう。我々政府軍が命を懸けて守ってきた国軍の平和と安定が崩壊するのだ。ハルスのルシは人々を脅かす敵である。確実に抹殺せよ。いかなる犠牲を払っても構わん。以上。失敗すれば市民が犠牲になるので。特殊機動小隊到着。作戦行動を速やかに開始せよ。はっ。突破しましょう。とにかく駅まで行けばエデン行きの列車が。こんな事態で動いていると。止まってたら乗っ取って動かせば。そのまま政府の中枢に殴り込みか。国軍の敵らしくなってきたな。野良作戦ですから。母さんの仇はスノーだけじゃない。政府にも責任取らせます。戦うって言い出したのはライトさんじゃないですか。遠回りなんかしたらいつ化け物になるか。この近くに地下に降りる入り口があります。もう使ってない入り口だから軍隊も知りません。地下を抜ければ町に入れますよ。わかった。こっちです。サイコムは本気だな。メンツを捨てて警備軍を動員してる。古い排水溝があるんです。中を通れば敵には見つかりません。地下の入り口はその先です。見てきてください。地下への入り口はあっちです。気をつけて進んで。早くこっちへ。消えろ。
どうということはない。もう一つ排水口があります。余裕だな。迷ってられないですね。頼みます。
大丈夫ですよ。あの入り口を知ってるのは子供だけなんです。すぐに見つかる。応援を呼んで徹底的に捜索するはずだ。じゃあ急ぎましょうよ。この道、町のどこに通じている？あの、奥まで入ったことは。これから探検だな。食べ物の生産施設か。教科書に載ってたっけ？こんな風になってたんだ。食料を作る政府のファルシです。確かカーバンクル、あれも敵なんですよね。パルスの武士にとってはやるか。あいつを潰せば食料不足だ。恨まれるだろうな。
恨まれるどころか憎まれてますよ、とっくに。ああ、もう十分さ。食い物の恨みまで背負えるか。目印にしませんか。Thank you.
よっ。
仕掛けるぞ、ホープ。指示通り動いてみろ。はっ。どうもです。政府と戦うルシなのに政府のファルシを目印に進むなんておかしいですね。気にするな。生まれた時から頼ってきたんだ。食料どころか光も水もみんなファルシに任せてる。実際国運はファルシのための世界なんだろうな。人間なんて寄生虫だか害虫だか。そうですか。人を世話したり守ったり。ファルシって親切ですよ、普通の人には。多分人間が好きっていうか大切で、ペットみたいに。飼っている、うん、人間は飼われている。そうか、そういうことか。私は飼われていた。ファルシが支える世界で生まれて、ファルシがくれる餌で育った。飼われる生き方しか知らなかったから、その生き方を奪われたら簡単に見失った。飼い主に捨てられて迷うだけだ。ホープ、聞いてくれ。ルシにされて私は何もかも見失った。先は見えない、希望もない、考えるのも嫌になって、だから戦った。戦っていれば何も考えなくていいから。現実逃避だ。そんな戦いにお前を引き込んでしまった。あの、何が何だか。野良作戦はやめよう。どうしてライトさんが戦えって言うか。私は間違っていたんだ。何なんです、戦え、迷うなってけしかけたのに。見捨てるんですか。見捨てはしない。私が守る。いきなり、どうして。今更やめるなんて。